平野紫耀の爆弾発言が呼び覚ます。スマップ公開処刑の悪夢。今年5月、キング・リンチを脱退する平野市つ潰しが激しさを増しています。います 昨年11月には平野、岸優太、神宮寺優太がグループ脱退とジャニーズ事務所退場を発表し、最後のシングル、ライフゴーズオン、メイヤーヤングが自己最高の初週売り上げ103.2万枚を記録しました。一方で平野が事務所に残留し、長瀬角のインタビューが平野の発言につながるような形で注目を集めています。 平野の仕様の爆弾発言とその影響。2月24日発売の月刊 TV ナビー3新聞出版のインタビューで平野はジャニーズ事務所での活躍が決して良いことだけではなかったとの趣旨の発言をしました。具体的にはできなくなることが増える、自分は悪くないのに謝らなきゃいけないといった踏み込んだ発言で事務所批判の色合いが濃くなりました。 これにより、一部のファンからは平野に対する煽りコメントが見られましたが、逆に平野を擁護するファンの結束が強くなり、新シングルが発売初週でミリオン突破するなど、ティアラの指示が示されました。スマップ公開処刑の影響。平野の発言が連想されるのは、元スマップへの中井正宏、草薙剛、稲垣五郎。 カトリ・シンゴが2016年1月18日に行われたスマップケイクラスマップの生放送内での謝罪。悪くないのに謝罪させられたという共通点が注目されスマップファンは激しい抗議の意思を示しました。この公開処刑の影響を受けて平野たちのグループも同様のわちを踏むのではないかとの懸念が広がっています。キング。 リンチェの未来への影響へ今日、キング、リンチェプリンスサスマップ6人でスタートしたグループであり岩橋源氏の脱退などを経て平野ら3人が脱退しましたた。しかし、日本テレビは新年度改編説明会で、キンプリの冠番組は新年度も継続する旨を発表しており、スマップ公開処刑の再燃が及ぼす影響は限定的であると見られています。 キンプリの地上波へのこだわりと国際展望。一方で、平野たちは地上波にこだわりを持っていないようで、韓国や中国、北米での小ビジネス志向が強いとされています。これまでのミリオンセラーを支えたティアラも、今後もライブ動員を通じてグループ応援し続けることが期待されます。結論。スマップ公開処刑から7年。 ティアラたちはジャニーズ事務所の圧力に屈しない強さを見せています。平野の爆弾発言が物議を醸し出す中、ファンの支持が新シングルの成功につながり、キンプリは堂々とした姿勢で未来に向かって進んでいるようです。しかし、地上波や国内のファンとの関係性が今後も注視される中、グループの行く先には不透明な部分も残っています。